こんにちは、ダイスです。今回は iPhone15 Pro がお店に届いたっていうことなので取りに行こうと思います。いろいろね、ゲームショーとかで千葉に行ってそうですね、本当は今日入間にいる予定だったんだけど、はい、入間基地で入れないけど飛行機を見ようって話してたんだよね、はい、そうなんですよね。ただ天気が悪くて、うん、そう、雨とあと風が強いとかね、そうなんで、そのまま帰って iPhone も来たっていうから、はい、受け取りにね、うん、はい、行ってこようと思ってます。いや楽しみだね。楽しみです。なんで早速行きましょう、うん、はい、はい、駅前のお店に取りに来る予定だったんで新潟駅前に来ました。ここに今バスが止まってると思うんですけど、もうすぐ見納めっていうことで、ね、らしいので見に来ました。そう、今バスがこうやって止まってて奥にも見えてると思うんですけど、もう回ってるのもいたよね。でスイッチバック式のバスターミナルは、はい、いよいよ見納めが近づいてるらしい、ね。そうなんだね、なくなるとは聞いてたけどタイミングが分かってなかったけど、もうなんだね。まだ奥の方工事とかしてるけど、すごい変わったよね。ね、すごい変わりましたね。買ってきました。やったね。早速ね、そうだね、早く開けたいです。じゃあすぐ帰ろう、今日は。うん、すぐ帰ります。帰って開けましょう。はいはい、ということでお家に帰ってきました。2つです。コードさんがブラックチタニウム、うん、で私はホワイトチタニウムにしました。 iPhone15 Pro、 はい、15 Pro です。 128GB、 うん、うん、プロマックスはちょっとでかいかなっていうので、うん、買わなかったんですけど、はい、失敗したかも。うん、高額ズームの5倍欲しかった。そうだよね、うん、これだと3倍しかないですよね、ちょっと失敗したかもしれない、うん、っていうのと、はい、あと 128GB、うん、一番小さいやつにしたんだけど、それだとストレージ入れないと、うん、4K の 60p が動画ね撮れないかもしれない、うん、多分撮れないんだよね、はい、っていう風に書いてあったんで、ちょっとその辺は失敗したかなって思うけど、うん、まあこれだけあれば十分だよね。そうだね。今使ってんのが、はい、iPhone の11 Pro。 そう、11 Pro で4年ぐらい使ったやつ。そう、電池の減りが早くなければまだ全然使えるかなって思ったんだけど、容量も重くなってきたし、そうですね、買い替えかなっていう時期だったんで、そう、買い替えました。ちょうどね、11 Pro も2人で一緒に買ったから、今回も2人で一緒に買い替えにしちゃいました。早速開けていきますか。はい、開けます。はい、ということで早速開けていこうと思います。コードさんのも私が開けていいってことだったんで2つ開けます。どうぞ。やった、自分の後にしよう。最悪じゃねそれ。違った、後ろコピーってやるタイプなんだよね、うん、
これブラックの人のから開ける。大丈夫です。きちった。明日もあるんだ。おお、すごい、そのまま入ってる。貼ってあるんだね。あと後ろがそう、チタニウム素材がね、軽い、思ってたより、うん、もうすごい軽いかも。使いやすそうです。で、ケーブルなんかね、編み込みみたいなケーブル、 MacBook Pro の僕が持ってるような、多分タイプだと思う。そうだね、うん、充電のケーブルはそうだね、うん、なってます。あとはこれだね、ちょっとした説明書とか、あとこう開けるの入ってるクリップがついてるやつです、うん、はい、はい、これがブラックの色。いい色だね、うん、ブラック。続いてホワイトの方開けていきます。黒の色良かったな。そうそう、今私が自分で使ってるやつ、うん、もう白じゃないから、白初めてなんだけど、あ、綺麗かも、白マット、うん、マットな白いいね。うん、まあ、それは同じでしょ。脇がね、シルバーだね、白だと。うん、こっちはね、違ったんだけど。そっか、そう、側面のボタンは3つある。3つある。で、そこカスタマイズできるらしくて、うんうん、一番上がこれね。そう、新しいところ。電源はこっちで、同じくこうなってる。そこ電源なの？こっち電源、うん、プラスマイナス音量か。そうそう、とカスタムボタンみたいなかな。今ね、ここにマークがあるのはなんだっけ、マナーモードのマークになってる、うん、白。白もいいね。まあ、ついてるのは一緒なんでね、あれですけど、カラーでも良かったかも。持ってみると。間違いないね。うん、お互いの間違いなくて良かったです。まあ、今もね、そういう形になってるけどね。うん、そう、色がね、こう、この色になったので。僕は黒だしね。そう、結構新鮮感も変わるんで。いいね。大地さんは結構明るい色を使ってて、そう、明るい色にしてます。僕はダーク系。そう。を使うことが多いね。そう、ずっとそうだから、うん、そんな感じになってます、うん、保護フィルムとケースも買ってきました。そう、試しにね、これにしました。これは、うん、ヨドバシで980円のフィルムと、はい、カバーはそう、透明が良かったので透明なものから選んできた感じです。ただ、うん、その大地さんが前回カメラね、うん、結構レンズを早めに傷つけちゃったんで、これね、そう、ここレンズのところもまであるやつです。四角く開いてるのもあったんですけど、そうじゃないのにしましたね。はい、先に貼るんだよね、ケースの前に。ん？ケースに入れる前に貼るよね、うん、僕はもう貼ってくよ。はい、まあ好きだけど、人それぞれ好きにやってください。おー、すごい、ペリッ、うん、これがペリってね、緊張の瞬間。ちょっとこれめっちゃ手触り良くない？これいいよね。あと軽いよね、うん、やっぱり軽い、うん、それはね、思いました。嬉しいね。嬉しいけど、そう、あと USB-C ね、使い勝手がうちとしてはすごくいいので嬉しいよね。ね、これ USB-C になったのは、うん、タイプ C って言わないんだよね。そう、みたいだから今ちょっと言った USB-C 覚えたんで。あの、アップルはそういう呼び方をして、そうね、タイプ C のコードっていう風に、コードどこって聞くときは言っちゃうんだけど。貼り方は、グラスを貼るのは上の方から、空いてるところからが、空いてるところに合わせて貼ります。上手に貼れるかな。これ帰りの車でもちょっとお話ししてたんだけど、上手に貼れなかったらどうしよう。
前回もね、今使ってる iPhone 空気入れてたんですよね。まあそう、だからどうしようかな。美白シールを剥がして貼って、これか、こっち側のシールを貼ればいいの。わかった、接着シートタグってなってるから、これを剥がして貼る。はい、これを置いて、ホコリとかって今新しいからないかな、拭いた方がいい、僕ないかなと思って、うん、貼ったらあってじゃあもう取り返しのつかないことになった。空気が入った。空気、ゴミも、うん、ゴミと一緒に空気が入った。じゃあ私は拭くね。先にね、やってもらうといいよね。もうしょうがない。あー、失敗した。先にやってもらうといいよね。ちょっとこれの上に置こう、カメラあるんで。剥がします。あー、もうしょうがない。へいってきた。はい、で、一応じゃあ拭いて、拭いても私入れたからな、前。すごい、カメラ今までこう開いてたとこ、うん、全くない。どっちが上でもいいんだよね、きっと、うん、それは物によってでしょ、多分。あ、そういうことね、うん、上下があるのもあるかな。ガラス、すごい。縦割り無理だよね、横にしよう。あ、いいかも、これ、このケース。ちょっと待って待って、ケースの話分かったから。あ、いけたかもしれない、多分、分かんないけど。おお、ついた、リンゴマーク。リンゴマークついた、早いよ、フォードさん。あ、真ん中に置けたかも、多分。これ、充電のあれはついてこないんだ。あ、タップのとこっていうか、コンセントのとこ。うん。そう、それはね、ないよ。別売り。じゃあ、タイプ CC で。そうそう。買ってこなきゃダメなんだね。そうそう。ね、いっぱい入っちゃった、どうしよう。あ、ゴミはね、ないけど。ちょっと浮かせりゃいいじゃん。あ、そういうこと？うん。で、爪切ったばっかりなんだけど、切らなきゃよかった。よし。ね、浮かせたのに入ってるよ。ここ。あ、できた、できた。スマホってあれだよね、大事に使いたいから買ったばっかりだと気使うんだけど。ここだけなんで入るんだろう。うん、どうやったらあれなんだろうね、綺麗に貼れるんだろうね。あ、でも綺麗に貼れたよ、多分。できた。はい、完成。いい感じだね。ねえ、あとは設定して終わりっていう感じになります。電源入れます。中押しだよね。うん、中押し。きたー、リンゴ。データの移行も久しぶりだね。おお、そうそう、こういう感じ。てかこれめっちゃ手触りいいんだけど、チタニウム。そう、ケースちょっともったいないけど、ないとダメよね。うん。これ外枠だけにしようかな、僕。そうなの？うん。そういうのもあるのか。これいつまでも触っていたい。そうだよね。触り心地いいよね。うん。これでこうやって日本語、こうか、うん、じゃあ設定します。日本にして言語設定。すごいマークが可愛いですね、ここで。携帯を近づけてくださいって出るよ。
出る、うん、外観とか出てる。デフォルト、それ設定してから。あ、アイコンの大きさとかなんだね。クイックスタートやります。今こんな画面です。設定頑張ってくれてる。かわいいね、くるくるしてるの。はい、設定終わりました。これで OK。 よしよし、スワイプして使用開始。あ、いっぱいダウンロード中だったよかったです。はい、ということで設定は終わりました。これで今までと同じく使えるようになったと思います。はい、ということで今回は新しく発売になった iPhone15 Pro を購入してきました。使い、まあ、これからね、どう使うかね、そういろいろやっていけたらいいよね。いいよね。カメラがすごい、すごい、うん、気になるよね、カメラの機能とか。あと画面がちょっと大きいから、個人的にはそこも嬉しいです。大事にしますね。うん、いつもさ、初めは大事に使うって思いながらさ、4年も経つとちょっとざるに使っちゃうからね。そうだね、大事に使っていきましょう、うん、はい、大事に使っていきます、うん、この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやってます。概要欄の URL かナイスチャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!